宮内21日おまけ投げたよ。わあ待ってます。21明日か、明日か。横にはいっぱい漫画あるよね。そうですよ。え、しかもこの携帯の下に漫画で高さ出してる。スポキンのロケお疲れ様。え、結構前なんですよ私スポキン。なんで配信したかというと、特に理由はないんですけどあ、でも話し会の受付、そうだ、話し会の受付とかも始まったので、ちょっと配信してみました。あやちゃん、ネズミ、何これ、ありがとうございます。ハロウィンか、ハロウィンギフトか。身長速くて面白かった何もしてないですけどね。え、まこち、そう、まこちのね復帰の日に出れないんですよ私。なんで、悲しい。味方町さん、またハロウィンありがとうございます。あ、続く履いたままハクロとしていけると思ったんですけどね、無理でした。なんか紙貼りたいな後ろ、でもテープないから無理か。オンライン話し会デビューしようか迷ってる。え、全然デビューしちゃってください。推しが武道館行ってくれたらドラマ見てますか。見てます。あの、私松村さゆりさん大好きなんですよ。見えるかな。見せていいのかな、見せちゃおう なのでね、髪そんな長かったっけ。そうなんですよ、あのストレートが久しぶりで巻いてるので、いつも公園固定ヘアとかめちゃ結構長いなって思って自分でも思ってた。それはね、ほんとエリピオさん再現度高くてね、素晴らしい。今話題のドラマサイレントは、あ、サイレントも見てます。めっちゃ切ってる音、あ、ダメだ、雑すぎた。もういいか。ツイッターにね、あ、そうだ、ツイッターで共有しよう。推しぶどう見たんだね。推しぶどう見てます。しげやんさん、だるま、ありがとうございます。シェア、ツイッター、配信中です。ハート、配信中です。ツイート OK。人狼と7期 vs 8期ね、いっぱい出れますよ。嬉しい、楽しみ、めっちゃ楽しみです。おうち配信久しぶりだね。ね、シェアしてありがとうございます。ウランナンバトル何する、何する、私も知らないんです、早く知りたい。瀬戸市さんありがとうございます。クマ、なんかね、おかしいのかな、私のショールームが誰もいないんですよ壇上にも誰もいなくて、なんでだろう、なんでなんだろう、誰もいない誰もいないんですよ本当に。どうしよう、どうしたらいいんだろう。人っていうのかな、なんか配信してたら普通ここにいっぱいアバターが並んでるはずなんですけど、いないんです誰も。どうしよう、まあ、いっか、ここにいる。え、よかった。え、一人で話してるのかなとか思って。更新ってどうやってするんですか。
更新ってどうやってする？そう、コメントはね読めるんですけど人がいなくて、更新ってどう？ヤンさんハートありがとうございます。みのりちゃんだるまありがとうございます。画面を縦にして横にする、オッケー。いない。どうしたらいいの？謎ですね。今日はめっちゃハード100投げたよ、おやんさんありがとうございます。入り直すか。よっしゃ、うん、ダメだ、戻らない。ランキングは読めるのかな。ランキング読めるんですけど、多分合ってるのかな、これ合ってるか分かんなくて、星とかもね見えないので、これ合ってるのかな。ちょっと一回切ろうかな、危ない。ダメですね。切ろう切ろう、切ってもいいかな。ちょっとでも今までね投げてくださったギフトとかが、でも多分これランキング反映されてない気がする。うん、絶対反映されてない。ちょっとごめんなさい、一回切れますね、ごめんなさい。もう一回、もう秒3秒ぐらいで戻ってきます、すいません。ほんまにどうしよう。受け中でいいかな。なんか紙ないかな、これにしよう。白い紙あったし、大きいしこっちの方が。もうダメだ、次こそ失敗できない。はあ、緊張する。ちょっと、ああ、オンラインまではね無事に書けるんですよ、いつも。お話、もし会、次からが緊張。受け、つけ、ちゅ、あー、いけた。緊張した。アットマーク、や、よ、こ、や、よ、こ、48、ぜひ、ね、しましょう。できた、めっちゃ疾走。え、これ反転してますか？してないのかな。やっとかけたぜ、長い道のりだった。反転しませんよ、よかった。ずっと待ってるよ、ごめんなさい。やっとかけた。テープもね、マスキングテープしかない。マスキングテープしかないので、すぐババって落ちてくるかもしれない。貼りますよ。ちょっとダメだ、マスキングテープ弱すぎ。よし、なんか完成が近づいてきた気がする。
ごめんなさい、コメント読みます。終わったら読みます。よし、読まないか。どうですか、ちっちゃい、ちっちゃいかな。まあもうしょうがない、ちょっと遠いかな、ちょっと遠いですね。フードかぶってみて。お話し会初めて撮ったよ、楽しみ、ありがとうございます。初めて来た方とかに見てもらい、見てもらいたいですね、この髪を。耳で見えなくなった。全然ダメだ、脱ぎます。ちょっと4種類の笑顔を持つんだ、全然4種類。あ、スクショ、見えないかもしれない。でもどうしよう、ここに貼っとくと。ダメですね、この辺に貼れたらいいんだけど。この辺に置けたらいいですよね。ティッピーで置こう。さすがに無理かな、うさぎも角、ティッピーからのうさぎで、めっちゃいい、ティッピーも見えるし。あ、そうだ、ギフト応援もめっちゃいっぱい、ありがとうございます。味方長さん、ハートありがとうございます。みのりちゃん、ハートありがとうございます。山ちゃんさん、ハートありがとうございます。しのさん、さつまいもありがとうございます。ふうはザワールド、しずまるーさん、ハートありがとうございます。せとしさん、欲しいありがとうございます。あやかちゃん、タコありがとうございます。今モバメ届いたよ、今か、結構遅いですね。2個送りました、2個っていうか、まあ、うん、お楽しみで。こんばんは、初訪問ありがとうございます。アットマークの最後めっちゃバッて書いちゃったから見えないかもしれない。スタバの新作飲みましたか。飲んでないです、飲んでないんですよ。どんなんが、どんな、どんなんが、どんなんだっけ。紫芋、紫芋飲んでないです、飲まないと思います。紫芋は。ヤンさん、ハートありがとうございます。初めてやから、ヤウちゃんと話すの緊張する。え、全然大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。スターバーいつも何飲む、なんか最近抹茶フラペチーノのホイップ抜き、シロップ抜き、抹茶パウダー追加、無脂肪ミルク変更っていうのにハマってます。30日初めてやうちゃんの話し会、楽しみ。季節の変わり目に風邪ですか。そうなんですよ、私あんまり風邪ひかないんですけどね、ひいちゃいました。マックの三角チョップ5倍もまだ食べれてないです。好きになってもよかよかよか。今っていうか、ずっと大好きなドラマの方言がそれでした。何弁なんですかね、このよか、なんとかよか、
は最近ゆうちのモバメ取り始めた。ありがとうございます。モバメね、いっぱい送れるように頑張ります。昨日ね、おとついとちょっと風邪ひいちゃって送れてなかったんですよ。アーモンドミルクね飲みたい。アミちゃん最近会ってない、心配。返信見てますよ、モバメの返信、返信ホームで見てます。今カメラのレンズが外れた、カメラのレンズカバーが外れた、やばい、どうしよう、どうしたらいいんだろう、貼っとこう。貼っときました。そう、あのレンズカバーなんで後でつけよう。確かに新しいスマホどう、あのテープで、いやあのついてるんですよテープが。何の話だっけ。オーツミルク、娘オーツミルクって何なんだろう、飲んでみたい。あそうだ、新しいスマホどうだ、新しいスマホはどうなんだろう、画質良くなった気がする。パジャマなんですよ、パジャマですよ、耳つき。帰る前は SE でした。弥生の人狼ね、すぐ見抜かれそう。確かに言えてる何になるかね、分かんないですよね。あれそう、8キロ一番最先端なんですよ私今、携帯だけ。いつもね時代に乗り遅れるんで。弥生ちゃんこんばんは、こんばんは。最近写真を撮るようにしてて、そう前までね写真撮るっていう習慣があんまりなかったんですけど、飲むじゃない、撮るようにして。7期 VS 8期の何するの、私もね、まあ、何するか全然聞いてなくて、知らなくて、しかもなんかあれ情報出る日に来ました、あの情報出る日にこれ今日発表されますってだから皆さんと同じタイミングぐらいで知って、私もまだ何するか知らないんですよね。サカタンと最近遊んだ、遊んでない。ライブ終わったら遊ぼうねって言ってたのに、もうライブ終わってしばらく経っちゃって。さくらちゃんって言えば、え、なんで知ってるの。あ、なんで知ってるの、書いたっけ、私書いたかもしれない。お話し会当日、そうお話し会と同じ日でびっくりしました。お話し会じゃなくて、なんだっけ、イベントしてお話し会して、サクパンがやるたんとほらツイートしてたよ。え、嘘、さくらちゃんが言ってたよ見てないまだ、リークしたリークしたんや。いつ行くかは内緒なんですけど行こうって楽しみすぎる、え、めっちゃ楽しみ。え、もうなんか大好きで、最近最近とか言ってずっと好きなんですけど、あの柵を手に乗せるのにハマってます、ね、こうやって手に柵乗せた写真撮るのにハマってます。
ホラーナイト初めてなんですよ。っていうかホラーナイトっていうかもうユニバが2回ぐらいしか行ったことなくて人生で。カチューシャつけたい。ふうさん、さつまいもありがとうございます。ゾンビ怖くない？え、怖いんですけど、ちょっと楽しみすぎて。楽しみ。まこちは冷たいの？冷たいですよ、まこちは相変わらず。でもね、なんか串もらいました、マイメロの。今度のせよ、今日のせよ、思い立ったらすぐ行動。関西にいて2回少ない、本当に。昨晩が最近のエオタン、マイメロみたい。なんかね、めっちゃ言うんですよ、マイメロみたい、マイメロみたいって。まこち今日ちひーさんと、え、どこ行ったの？まこちと配信したいよ、そりゃ。私だって、私だってしたいよ。あやちゃん、クリームソーダ、クリームソーダじゃない、間違えた。ハートありがとうございます。デート行ったの、ちひーさんと。ちひーさんとデート行ったんだ。でもちひーさんならもう負けを認めますよ、愛が強いもん、わかるもん、その気持ちは。こんばんは、フル、こんばんは、フル。サクパンかわいそう。え、サクパンのこともめっちゃ大好きですよ。みおちも大好きだし、みんな大好き。サクパン、そう、何の話だっけ。サクパン顎乗せるの流行ってるみたいな、流行ってるって、私の中で流行ってる。そうで、マイメロみたい、もう、いや、マイメロみたいって言ってくるんですよ。わかんないよ、どういうことだよ。でも嬉しいですね、ユニバ行けるの。楽しみすぎる、めっちゃ楽しみ、本当に楽しみで、めちゃくちゃ舞い上がってるんですよ、私一人で。わあ、めっちゃ怖い系苦手かと、え、そう思ったんですけど、そう思ったんですけど、そう思ってない、よく言われるんですけど、あ、でも怖い映画とかそんなに好きじゃないんですよ。カチューシャ、カチューシャ欲しい、カチューシャつけたい。まやちゃん結婚してありがとうございます。結婚して、結婚して、結婚して。え、ツイート見てない。いつのツイート？今日ですか？めっちゃ大きい声で叫びそう。叫ばないように。絶叫ね、乗れるんです、私めっちゃ絶叫乗れますよ。でも後ろ向きだけは本当に乗れなくて、ユニバじゃないとこで乗ったんですけどダメでした。もうなんかもうわーわーってなりました。アミちゃんともね、遊ぶ約束してるんですよ。日程とか全然決めてないんですけど、メイド喫茶行こうって言ってるんですよ。楽しみすぎる。山ちゃんさん、ハートありがとうございます。ひさぼうさん、なんだろうこれ、ありがとうございます。フラスコみたいなやつ。高いところはまあまあ苦手です。サクパン、スヌーピーのカチューシャ持ってるんだ、え、いいな。でも私はスヌーピーじゃなくて、なんだろう、でもどんなカチューシャあるか知らないんですよね。どんなのがあるんだろう。ゆうさん、欲しい、ありがとうございます。メイド喫茶楽しい、一回しか行ったことないんですよね。タムタムさん、なんだっけこれ、見えなかった、一瞬過ぎた。タコありがとうございます。タコ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 タ
去も豹柄になってるんですね。8期でメイド記者企画あるというか、やりたい、メイド服着たい、着ます、お話し会で。今度メイド喫茶ね、着たいな。みちゃん大丈夫かな、失敗。初訪問、初訪問ありがとうございます。たくさん初訪問、メイド喫茶、メイドさんの日めっちゃ楽しみにしてる。楽しみ、私も着たい、着たいよ。ナンバ、ナンバじゃない、なんだっけ、メイド服。でも自分で着るメイド服もいいんですけど、なんか企画とかで着てみたい。29日のお話し会の服装は袴コスプレです。ヨイちゃんと初お話、緊張する。全然大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ、私が言うことじゃないか。YNN のプレゼンツロケでメイド喫茶体験、いいな、それやりたい、私もやりたいです。いいな、ヨウタンプレゼンツで行かないと。行きたい、行きたいです、めっちゃ行きたいです。直談判、直談判したらやってくださりそうじゃないですか。どうなんだろう、無理か、さすがに。百音さんがしてた、そうなんだ、私百音さん憧れなんですよ、めっちゃ憧れ。百音さんみたいなパフォーマンスできる人になりたい。行ったもん勝ちやで、ほんまに。今月はピカルンプレゼンツね。もがみななかさんにフォロワーしていただいたんですよ。もうほんと嬉しくて舞い上がっちゃいそう。なんかツイッターでファンの方が載せてくださってた動画みたいなのを見ましたよっていうお話をされてるツイッターの動画見ました、もがみさんに。そうです、もがみななかさん、その切り抜き見ました。あやぴょんより先に、全然先です、もう全然先、3日前ぐらいにフォローしましたよ、私。しばらくさすがにちょっと気づかないよなみたいな感じの。期間があってなんで、密着見てたと言ってたね、本当に。ちょっと恥ずかしい、天使のように可愛いから、本当に天使、なんか羽みたいなこうやってやってるお写真があったんですけど、可愛すぎて、って両思いになりたいですね。そう、直接いつかお会いできたらいいなって。なんか加入時期も同じぐらいなんですよ、多分。だからね、一緒になんかやったりとかしたいですね。ひさぼうさん、ありがとうございます、アイテム尊い。サイレント見なきゃ、サイレント見てます、私も。サイレント、サイレントの話しまくってたらいつか届くかな。本当にお写真も撮りたいですし、ですし。わあ、いいなそれ。48グループのイベント増えたりね。そうですよね、めっちゃお会いしたい、本当にお会いしたい。百音さんブリブリやから、やるとは接点ないと思ってた。私ね、ブリブリ、ブリブリ好きなんですよ。まやちゃん、ペンライトありがとうございます。
昔は AKB さんの握手会で交流やったんで、交流したい。交流ね、なかなかないので今あんまり。でも百音さんとね、代かぶってないんですよ。私代っていうか加入期間が、私たちが入る2日前ぐらいに卒業されて、ギリギリ本当にかぶれなくて、もうリアルに泣きましたね。え、そんなのってないよって思って、その卒業発表された時にもう受かってたのかな、オーディションに。確か受かってたか、オーディション期間中で、そんなのってないよって思ってリアル泣きました。ナナタン、タコ、ありがとうございます。そう、百音さんと対面できてないんです、私一回も。悲しい。お会いしたかったですね。そうなんですよ、本当に私たちも1月1日にお披露目の日に先輩方とお会いしたんですよ。よろしくお願いしますって言って、なんで会えてたことないです。わあ、いっぱい。あやちゃん、ハートありがとうございます。カルちゃんさん、だるまありがとうございます。ゆうちゃん、欲しい、ありがとうございます。そう、お披露目前にね、少しも会えなくて悲しすぎる。めっちゃ NMB48 っていう雑誌を見てくださった方は分かるかもしれないんですけど、8期は全身タイツを着せない方針らしいですよ。YNN さんのなんか代表じゃないですけどみたいなので対談させていただいたんですけど、8期は全身タイツを着せない方針なんですって大人の方に言われました。着せない方針。そう、なんか私たちだから全身タイツ着ない、フリやと思ってました。いや、フリじゃないですよ、あれは本気でした。で、先輩方に、いいなって言われました。そう、着せない方針って言われました。サプライズで着せるんじゃない？そうなのかな？そうだったら、あ、そうなんだって感じ。着たいことはないんですけど。でもね、百音さん YNN クイーンだったので。YNN 対談選抜だったね。そうなんですよ。なんでなんだろう。スポキンかな。コスプレもなしかね。え、どうなんだろう。スポキン。YNN の T シャツ、あれね、なんかオリジナルっていうか、あの雑誌のために作ってくださったみたいで、私ピンクだったんですけど、めっちゃ着てます、あれ。でもあれで一回電車乗って、美咲に怒られました。それはダメだよ、それは目立つからダメだよみたいな感じでした。でもカッパは確かに着たいかもしれない。そんなんやったら本当に着ることになっちゃうから気をつけないとダメなんですけど。セーターディーでご飯食べに行く先輩がいるから大丈夫です。愛花さんですか？愛花さんの気がするんですけど。めっちゃ時間経ってた。じゃあちょっとこれを最後に。見といて、ランキングとか
読んでみようかな。そう、オリジナルなんですよ。明日公園行くね。うん、電車で隣に座ってたお姉さん B2 公演応募してたの本当の話なんですよ。見てる方いらっしゃいますか、今私の隣に座ったよって方いますか。そう、びっくりした。ジオンさん推しの方でした。当たったのかな、めっちゃ気になりますよね。電車でこの前ね、公演の MC でお話ししたんですけど、電車座って綺麗なお姉さん入ってきたんですよ。でふーって横座って、あーって、別に見る気なくて、普通になんか窓のブラインド開け閉めようかなって思ってこうやってた時に、このここであの難波のマークが見えて、ヒョウ柄見えて、えって思って、ちょっとえって二度見しちゃって、そして難波笑顔開花宣言公演って書いてて、地下線だったんですよ。びっくりしてえって思って、その二度見の1回目で地下線見て、2回目見たらジオンさんの顔があったので、あ、ジオンさん、ジオンさん推しなんだと思って、でも気づかれなかったです。面白い。そう、まさか隣にメンバーいると思う。優しいフォローありがとうございます。そう、気づかれなかったっていうオチです。爆笑。そう、ジオンさんの顔がね、多分ファンの方だったのかなって思って、え、ジャージじゃなくて、なんだ、私服だったかわかんないんですけど、ジャージでバレたらちょっと気まずいですよね。そう、ランキング見ますね。そろそろ私は10時までしかできないので、じゃあ13位から。13位はまやちゃん、ありがとうございます。ありがとう、まやちゃん。12位、ゆうちゃん、ありがとうございます。ありがとう。11位がかぼちゃなかずさんさん、ありがとうございます。10位、しろちゃん、ありがとうございます。9位、あやちゃん、ありがとうございます。アーモンドクロワッサン。8位、瀬戸さん、ありがとうございます。7位、カルちゃんさん、ありがとうございます。6位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。5位、あやかちゃん、ありがとうございます。4位、三方町さん、ありがとうございます。3位、ふわザワールドしずまるさん、ありがとうございます。2位、ななたんさん、ななたんさん、ななたん、ありがとうございます。あと1位がたむたむさん、ありがとうございます。くでたま、ありがとうございます。本当にありがとうございました。急な配信だったんですけど、めっちゃたくさんの方に見ていただけて嬉しかったです。名前覚えてもらえるように頑張ります。いえ、あやかさんみたいに生誕地でナンバーオンラインお話し会80受付明日の12時までです。ありがとうございます。宣伝待ってます。待ってますね。サイレント見ようね、見ますね。また配信してね、します。人狼自信ない。以上です。ありがとうございました。ツイッターフォローしてください。